初めてメールを書きます。私は43歳既婚の男性です。4歳と10歳の娘がいます。もうこれ以上ダメだと思い自殺を考えています。たかが230万前後の借金で自殺なんて世間から見ればバカバカしいと思うでしょう。うちに帰って明るい子供の笑顔を見ると自殺した父の子供はどうなるんだと自分を責めてしまいます。あとどれぐらい持つだろう。1ヶ月、2ヶ月。ここからは樹海は見えるけど結局樹海の入り口でないから書いたものとか日記からなんか樹海へ行ってる可能性があるじゃないかっていうようなあれで探しに来る。あれは本当にうちにでもあの年間5、6件は来ますからね。家族の方か知り合いの方か知りませんけどこういう方見ましたかって言ってここへ来て勝手ですけどこれこれ貼らしてください。もし誰か知ってる人があったら電話するとこもありますから連絡してくださいって書いていったわけですけどね。直に私が見つけたってことないです。自分はあのアメリカに、まあ、音楽学校へ行くためにアメリカへ留学してて、で日本に帰ってきてからなかなかそのやっぱりミュージシャンとして食べていくっていうのはすごく難しくて、で自分の好きだったその音楽ショップにせっかく勤めてきて、まあ、約4年働いてきたのにそこでその会社も潰れちゃって、なんかこうやる気っていうんですかね、そのあれがなくなっちゃって非常になんかこう家にこもっちゃった時期がありまして、ストレスのために発散がとにかくその買い物だったんですね。もちろんギター買ったりもしたんですけど、その時はギターを買うだけで特に弾いたりはしてなかったんで、まあ、結果的にはそうですね、約1000万ぐらいの借金ができてしまって、最終的にはあの、まあ、両親が全額払って解決してもらったんですけど、その時はすごく自分が嫌で嫌でしょうがなくて、まあ自分に対してすごく、そうですね、なんかこう怒りを持ってたというかですね。で、あとはまあ親に対してはすごく申し訳ないことをしてしまったっていう。自分もまあ小学生ぐらいの頃からそういうのはあのニュースとかで見てたんで、別名で言うとなんかこう自殺の名称みたいに言われてるんですね。まあ、腐って死んでってしまうのかなっていう。で夕方に着いたんですけど、でやはりこっちの方にこう奥の方に歩いてくると、最初の感覚としてはやっぱりその木の匂いがいっぱいしてて、とにかく静かな場所でもう木や鳥の声が聞こえるぐらいで、まあ、どこかで多分自分はもう死ぬんだなって思ってたんですけど、結局まあ睡眠薬を飲んで結局眠れなかったりとかそういうことがあって、下の方に自殺された方かどうかわからないにしても、とにかく脱ぎ捨てた衣類のようなものとかバッグとか靴とかで、あまりなんかこう良くないのがその木にロープがかかってて、なんかもしかしたらここで誰かが首でも吊って死んじゃったのかなとか、急になんかここから出たくなったんですね。ここでは死にたくないっていうのが声も出したりしたんですけど、声も全然届かないし誰にも聞こえてなさそうだったので、とにかく歩いたんですね。
で次の日のもう夕方夜7時ぐらいになってですね、歩いてたら道路を走る車のライトが見えて、それでとにかくその道路の方向に歩いていったら表に出れたっていう感じなんですけど、大体年間に、まあ、青木ヶ原樹海の方では年間に70体前後、身元不明の、死体が出ます、まあ身元不明の死体については、警察の方から、引き取った後にですね、まあ、火葬をして村にあります東光寺に、現在は安置をしております。自転車の部品はハンドルの一時はかなり日本の生産台数6割ぐらいやったんじゃないか、そういうことで、それからもうずっと下りっぱなしでね、特に平成5年から維持できないくらいの売り上げに落ち込みましてね、27人の17人になり、それから15人になり、比較的生活の安定している従業員ね、子供がもう成人してるとか、それから持ち家があるとか、そういうことの順に整理していきました。一人一人事務所呼んでね、それで申し訳ないけどこういう状況なんで、それでどっかいいとこに勤め直してくれということで、それは団長の思いです。これはやはり日本的な考え方でいきますとね、これは簡単にできることじゃないんですよね。雇うからにはそういうような感覚でいるのが当然というつもりでおりましたからね、もう本当に困ってる時にテレビのコマーシャル見てね、それでついノンバンクに手を出したのが、最初は金額少なかったんですね。それでだん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 安直に借りられるもんだから、そのうち、まあ、だん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 金額が多くなっていったね。もう本当にお金のない時っていうのはね、浅ましいもんでね、一種の病気みたいな状態だったですね。だんだん苦しくなっちゃって、今度自分がそういうふうに夜眠れない、そしてあくる日のお酒飲んで寝たりするからあくる日も頭が痛くなる、もうそういうだん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 、なんていうんですかね、体